皆さんこんにちは、しおです。よろしくお願いいたします。ということで6月22日、木曜日にございましたボンスタニュースまとめ話していこうかなと思います。はい、ということで、まあ今月はね、来月の最初にモンドリも控えているということもありまして、まあ重いものは来ないかなとよっと思っていたんですけれども、まあ、タイミング的にね、鳥獣神祭と、何か作品とのコラボがあってもおかしくない月にはなっていたと。で、皆さんが期待している中、今回発表されましたのはコラボがありました。はい、今回発表されたコラボはこちらでございます。地獄楽、はい、地獄楽でしたね。地獄楽だった、知ってた、はい、見ちゃったんですよね。まあこれはね、まあもろもろあって、日本版にね発表がある前に、一部情報が出てきたところなので、まあそこでね、知っちゃった方ももしかしたらいたかもしれないんですけれども、まあ好きな人はね、知っていても知らなかったとしても楽しめる作品にはなっていると思うんで、まあまあ嬉しい人は嬉しいんじゃないかなと思います。僕はね、さっきモンスニュース中に調べたら104話ぐらいまで、当時出てた時に読んでて、まあこれもう連載始まった時ぐらいから俺もずっと読んだんですよね、地獄楽は。でジャンププラスが好きで、もう出てるやつ片っ端から読むぐらい読んだんで、その時に好きで読み続けた作品の一つだったんだけど、で一時期その忙しくてジャンププラスを全部読まなくなったって時があって、その時にね切って、で完結したのは120何話とかかな。だから一番面白い最終のところだけ読んでないんだけど、今回の範囲は全て知っています。ただまあね、当然作品読み返したいので、まだ1週しかしてない作品なんでね、2週目、始まるまでにしてこようかなと思います。なんでちょっとあやふやなところがあったりするので、そこだけ申し訳ない。じゃあキャラの紹介、ガチャゲン1体目、ガビマル。はい、性能こちらですね。重力ダメオで、地雷を持っていない、地らしタイプ。これ地雷持ってたらね、今回の近畿深淵の木とかでね、使える性能になっていたんですけれども、まあ地雷がないのでそこは言ってもしょうがないんでね、まあ重力ダメよと。で魔法陣原則って感じですね。非属性もやたらめったら重力ダメよが増えますね。なんか本当に多い、エースぐらいから、まあ激しは違えどいろいろ増えてるかなと。ただタイミング的にね、タイミングっていうか、喧嘩ある場所がやっぱミカエルとかグングニルとかの部分になってくるから、そこはどうなのかなって思いますね。どこで強そうかっていうと、セイラムですね。はい、まあ今日昼12時までやっておりましたセイラムで、かなり適性を取っているんじゃないかなと思います。ダメオ原則で、弱点キラーを持っていると。はい、でアンチ魔法陣、あ、ダメオ魔法陣で、弱点キラーも持っているということなので、まあかなりセイラムでもね活躍が期待できる。で原則率緩和 SS もあるんで、で SS も、あ、友情もね、なかなか雑魚処理に貢献してくれそうっていうところですね。で SS がちょっと面白そうでしたね。一定期間自強化自走を、自身の原則率の緩和で、敵の弾を無効化、ファイアイーター状態になる。で、停止後に全ての敵を、攻撃。この全ての敵を攻撃っていうのに、なんか、割合っぽさを感じましたね。なんで、もしかしたらここが割合部分になっていたりして、で、条件とかが複雑になっていなければ、かなり使いやすい性能になってると思いますね。いろんな使用用途があるよね。減速緩和しときたいとか、無効化しときたい。まあ、純粋に火力を出したい。割合で削りたいとか。いろんな要素があるんで、まあ、ターンにしては結構盛りだくさんのとこもらったかなっていう SS でございますね。で、バランス型でございますのでね、まあちょっと何かあってもおかしくないような戦型にはなっていると。はい、じゃあ2体目、次、こちら、サギリ。はい、もうね、俺、カバネリのあやめさんにしか見えなかったんですけど、はい、まあ、でも俺、漫画で、でも原作っていうか、その、ジャンプラで見てるときはその感じ、あんま感じなかったんですけどね、こうイラストでアニメ調の見てみると、そういう風に感じましたね。はい、で、マイスエルの、まあ、地雷とブロックと転送に対応している貴族性でございますと。これまた怪しいとこ来ましたね。地雷ブロック転送、地雷ブロック転送って俺がやってない未開とかで何かあったりするんかな。これはちょっと何か分からんですよね。バイタルキラーで火力の方も出せる、で超 SS アクセルがあるんで SS も気にならない。で、友情ブーストで、まあ、友情がめちゃめちゃ強っていうわけではないですけど、まあ、友情ブーストが乗ってくる分には、まあ、ぼちぼち強いって感じか。で、バイタルがあるしって感じか。だから SS がちょっと面白そうで、まあ、この文章を読んでさ、ずっとモンスター長くやってる人って、この文章に対していいイメージがないと思うんですよね。俺もそうです。自身のスピードとパワーがアップ、ここは OK。敵に触れることに切りつける。まあ、これが強かった試しない。本当に。あのね、どんなやつが切りつけても、全然ダメージ入らない。本当に弱いんですよ。敵に触れるごとに切りつけるとか殴りつけるとか爆発するとか、もうこの辺はね総じて弱い。
総じて弱いんですよ、過去のやつはね。今回のこの詐欺りがどうなるかわかんないですけど、総じて弱かったんですよね。ただ、じゃあ弱そうだなって俺は正直思ったんだけど、ニュース中に流れてる映像を見る感じ、最後の全ての敵に攻撃って部分が結構ダメージを出してるように見えたんですよね。なんであの部分が割合で結構高めな部分になっているのか、まあはたまたそのね、ざっと直殴りのね、あの強いものが入ってるのかっていうのは分からないんですけれども、ニュースの映像を見る感じだけだと、あ、その切りつける部分が弱いだけあって、まあ他のところでその強い割合を取ってるのかなっていう風に感じましたね。まあでも20プラス4で、超 SS アクセルあるといえども24ターンなんで、ある程度のことはしてくれないといけない SS ターン数ですよね、なんで自強化がかなり高いか、この停止後に全ての敵を攻撃ってところに結構割が裂かれてないとちょっと厳しい感じはしますね。だからさすがにそこが強いとは思う、どっかがね。まあ超枚数 L とかなかなかいいとこはもらってるんで、スピード型といえど結構殴りもできるキャラではあると思うんだけどね。まあいかんせんそのなんかね、ここっていう使うところっていうのが想像できないですよね。なんでどういう感じになるのかね、この後ね。はい、まあそこはちょっと楽しみな感じですね。はい、で3体目こっち、はい、アザ長兵衛、はい、が、光属性ですね。で3体目やってまいりますと、で来ましたアンダメアンチ転送ですね。まあ光のダメを転送ってところはね、まあバッチバチに怪しいと言われているところでございます。で光のアンチダメージオールアンチ転送壁っていうのは俺も毎度毎度怪しいってずっと言ってて、でまあ過去にね、ここをまあ半年1年ぐらい転送壁っていうのが振り分けられまして、でその怪しいってところがやっぱ固まって怪しくなっていくんですよね。ムーフランクリンアルファだったりとか、まあそういう怪しいセットたちがいろんなところで今乱立してるわけですよ。で全部に対してやっぱここ増えてきたね、怪しいねって言ってるのがちゃんとその通りに回収されてます。ちなみに今のとこ本当に回収されてる。で当時の貴族性の転送壁っていうのが急に増えた時のやつ回収されたよね、天まで。で光の重力転送のところムーでフランクリンアルファで完全に回収されてっていうのが増えてきてる。で最近会長の転送壁とかも回収されたりとかしてるし、結構本当にちゃんと回収されてるんで、さすがに匂い度で言うと一番強い光のダメオ転送が回収されないってことはないんだ。ではじゃあ次どうすればいいかっていうと、あの中で役割分担があるよね。サポート役で言うと、まあ、アーニャとかいろんなキャラがいて、じゃあアタッカー誰がやりますかって時に、チョウバラのザ・アタッカーみたいなやつがいなかったんですよ、ずっと。光ダメオ転送にリザロイがギリ入れるかなってぐらいだったんだけど、今回ここでチョウバラのまあアタッカーとして見てもいいのかなっていう性能のキャラが出てきたんで、ちょっと貼っといた方がいいよねこれは。アンダメ転送の超枚数 L ですからね、 2.5 倍、でウィンドがちょろっと出てきたら加速も要素もありますし、チョウバラができますし、 SS が強かったんですよね、映像を見た感じね。触れた最初の敵の弱点を全て出現させ斧で攻撃と、これが結構ね威力的には出してたと思うので、まあ、ここがどうなるか次第ではあると思うんだけど、結構強そうだなとは思いましたね。ただねアーニャとか既存でいるダメオ転送の光属性ってなんかそのスピードを求めてくるようなね、性能になってるんですよ。触れたら加速状態にするとか、加速とかそれを誘発するとか、そういうねあの友情だったり SS を持ってるやつが多いから、なんかスピードに関するクエストになるのかなってずっと言ってたと思うんだけど、ってなってくるとこいつ最初に触れた敵のところで止まっちゃうので、そういうクエストの相性って正直そんなに良くないんですよね。なんでまあそこがどうなるのかなっていうのが気になるぐらい、なんでまあそこ次第かな。ただまあ超バラでこの性能はちょっと怖いっすよね、言えばサボの性能が超バラになったみたいな性能してるんでね、ほんとそうだよね。サボみたいにくっつく SS で、まあ、友情ぼちぼちでっていうのがちゃんと超バラもらえたみたいな性能してるんで、結構強いような気がするんですよね。まあ実際使ってみないとね、これは別に考察ではないんでね、初感ですね。はい、っていうので、まあ、注目はしといた方がいいかなというキャラですね。はい、じゃあ次超究極こちら、はい、ムーダン、はい、かっこいいですね。もうむちゃくちゃコメント欄ね、僕のみんなで見るモンスターニュースではね、あの上限の鬼って言われてましたけど、まあ確かにイメージはなんか似てますね。でもねこれって変わる人だよね。あ、あんま言わない方がいいか。はい、ムーダンですね。はい、っていうのが超究極ですね。で今回超獣神祭とのコラボでございます。はい、言い忘れました。あのガチャがこの3体で、コラボガチャってくるんじゃなくて、超獣神祭の中にこいつが混ざるという形で、コラボが進行しますので、まあ、前回ね劇獣神祭と、混ざったところが超獣になる感じでね、かぐや様の超獣版みたいな感じ、マインドラブライブみたいな感じでね。はい、なので、キリンジだったり、
その鳥獣神祭で持ってないキャラがいっぱいいるよって人に関しては、それこそヤクモネオとかも一緒に出ますから、まあ、そういうところと一緒に狙うっていうなら、ただただ得をするコラボになってますね。てかさ、今回さ、このさ、劇中コラボ、鳥獣コラボっていうのがちょっと続いたじゃない。俺これ良くないなと思ってて、これさ、劇中鳥獣さ、コラボしないとき引かなくてよくねってなるよね。いや、前回じゃキリンジちゃんと引きに行った人どうなんのっていう話になるじゃないですか。そこ怖がるようになったらもうおしまいじゃん。ね、新入れが怖いなって言って引くか引かないかって言ってんならわかるけど、鳥獣の怖いがどんだけ強いキャラ出ても、いや来月コラボ来るかもしれないから、その時にまとめて引けばいいから1ヶ月我慢しようかなみたいな、こんなのまで考えたくないじゃないですか、普通にゲーム楽しんでしてるのに、だから普通になんかあんまり損な気持ちにさせないでほしいですよね。引いて損をするみたいな気持ちになるのはやっぱ嫌じゃないですか。はい、なんでちょっとどうかなって思いましたね。たまにやるぐらいならいいと思うけど、続いちゃってるし、キリンジ引いた人ね、それじゃあもうキリンジで引かせといて、コラボでもう一回引かせるみたいな感じの見え方になっちゃうじゃん、うん、なんかちょっとなって思いましたね、今回でね。まあでも別に俺は 悪いイメージではないんですけど、おーおーおーやるねみたいな感じにはなりましたね。はい、ただまあ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 、まだ引けてない人とかね、まあ俺も別に1体目いるだけで2体目とか欲しいって人に関しては、まあただただ一緒に狙えるんでいいコラボだとは思うんですけど、はい、ってな感じですね。鳥獣に混ざりますと、はい、じゃあ次、ログインドンと、はい、まあコラボっていうといつも半月ぐらいを使って、月の半分を使ってコラボの日間が進んでいくと思うんですけれども、鳥獣新参コラボの時ってそれの半分ぐらいの期間しかないんだよね。本当に1週間ぐらいしかないんですよ。なんで、あの次のニュースで追加のものが発表されるとかないから、出し惜しみなく全てが発表されてます。なんでログインが豪華になってると。普通だったらこの期間って虚無期間になるんだけど、そこにこのログインボーナスを持ってきたっていうのは激アツですね。はい、任務内容とログインプレゼントをチェックってあるんですけど、まあ、各キャラクターに任務みたいなのが設定されてて、その任務をクリアすると、そのキャラクターに対応した報酬が取れるというものですね。はい、で7日間連続ログインっていうので1000系取れますし、まあほとんどのキャラの中にね、オーブが選択権に入ってたりしますね。まあ、選択できるのかランダムでもらえるのかちょっとわかんないですけど、で1個えぐいなんだよね、超究極クエスト、インとヨウ、まあ、さっき言ってたあれですね、ムーダンですねのクエストをその他キャラ3体以上編成して1回クリアってミッションがあるんで、もしかしたらそこまでかん、あの難しいものにはならないかもしれないですね。ちなみに超究極の形はガチャゲンにラックプラス99されて運極にしようねっていう形なので、1回勝ち切りの超究極でもないんだよね、うん、だからそんなに難しくはないと思いますね。なんならもうキャラいたらすぐパパッと倒せちゃうみたいな。一つ怖いのがここで光のダメを転送が回収されるんですね。はい、まあさすがに回収されたとて、それで終わりとは思いませんけど、もうなんかちょっと薄くなるのはやだなっていう。最近アーニャ使ったなっていうので、あ、じゃあアーニャしばらくいいかみたいなのはやめてほしいね。うん、まあ今回ね、朝長兵衛が光溜めを転送なんでね、そこのギミック来たらもしかしたら一緒にハマるかもしれないね。はい、ってな感じですね。で一応任務報酬こちらどうぞ。はい、これは別の任務報酬って方だね。で一応任務報酬の中にこのグッジョブだったり、ボイスだったり、あとトーマが、20体ずつもらえるってものもありますので、まあ期間今回短いんでね、この辺もちゃんとチェックしておいて、すぐに、今回の報酬は取れるようにしといた方がいいと思います。はい、これは取れるようにしとかないとね、1週間後ぐらいによし最後だっつってやろうって言っても、なんかやっぱ1週間分というの一応内容はちゃんとあるんで、取り返すのが難しかったりすると思うから、まあいつの間にか終わっちゃってたってパターンもあるしね、気をつけてくださいね。はい、ってな感じかな。はい、これで一応コラボの情報は以上でございますと。複雑なミッションとかね、ね、サイドエフェクトみたいなのはまあ長寿コラボなんで特にないので、はい、そこだけ気をつけていただければなと思います。まあその分周回クエストみたいなのもないから、逆に言うと地獄楽もうちょっと待ってゆっくりいろんなキャラ出すっていうのもありだったと思うけどなと思いますね。まあ一周しかしてなくて、かなり昔に読んだ作品といえど、やっぱ記憶の中にあれこいついないんだみたいなやつ結構いるんで、だから本当に今でも読んでてずっと好きって人に関してはそれをもっと感じてるんじゃないかなって思いましたね。余裕で2段とかできるぐらいキャラ残ってると思いますね。はい、ってことでコラボ終了。次ジューシカ、はい、こちら1体目ノイシュワンシュタインドン。はい、まあ、貫通になれってずっと思ってましたけど、貫通にはならなかったですね。まあ、貫通になって仮にワープを持ってきたらね、今回の、新鋭無料体数に、もしかしたらいけるかもっていうところだったんですけど、まあさすがにカルニベ方向に伸びてきたかなというキャラですね。まあ、カルニベの方向に伸びたにしてもちょっとパワーは弱いかなと思うんですけど、まあシールドの方に寄ったかな。なんか騎士っぽさが増したね、あの性能にね、プロテクションとシールドモードってね。
でシールドモードね、攻撃1回とかで確か切れるからね、プロテクションと常に併用できる、その耐性持ってるあのダイヤモンドみたいな運用には、届かない気がするんだよね。まあ防御アップもあってシールドモードプロテクションってあるから、うまく使えば開幕爆発とかもプロテクションできるぐらいまで蹴られてるかもしれないですけど、それが続くのが本当に最初の攻撃とかになっちゃうからね。まあそういうところが難しいところかな。だから使い方間違いなくは、逆に言うとケガヘリとかつけてめちゃくちゃ軽減はできるかもしれないね。狙った攻撃軽減みたいな、開幕のね、まあちょっと今のはパーッと思いつきで言ったんで合ってるかは分かんないですけど、まあでもそういう方でしか面白さは見出せないかもしれないね。今結構満員なんでね、このアビリティのところはね。貫通も反射もやっぱね、今回で近畿深淵出てきて、で近畿深淵の後特攻とかも出てくるじゃん。もう瞬殺されると思いますね、はい。でカルニベ適正のゲオルとか、あのラファエルとかもともといるやつとかも含めて、やっぱ地雷ダメオとかちょっと強いんだよね今ね。さすがにきついよね戦うのはね、はい。でどちらかというと気になったのは今回こっち、はい、ケラウノス重心化回でございます。はい、いや確実にこのタイミングでさ、さっきアザチョーベイ出たし、でもともとアーニャとか怪しいところあるし、光ダメオ、もともと光のダメオ闇属性キラーなんですよ。なんでこれ絶対にアビリティ増えるよなってなって、転送増えたら光ダメオ転送急に増やしてきた、もうすぐ来るよってことかな。次の近畿深淵の刹那にハマるかなっていう、あ、ナユタか、闇だからね、ハマるかなとも思ったんだけど、もうバッチバチに転送壁なかった。うん、全然ない。はい、ってことで性能こちら。うん、まあいい性能はしてるんすよ。てかね、イラストがむちゃくちゃかっこよくなりましたね。むちゃくちゃかっこよくなった。俺これ前も言ったかと思うんだけど、この目のところにさ、こういう光った線入るの俺めっちゃ好きなんですよね。これかっこいい。なんかアニメでかっこいいキャラとか好きなのは、まあ、こういうのなんですよね。結構この目に線がピーって走るみたいな、あのエフェクト俺超好きで、めっちゃかっこいいキャラのす。ほんとかっこいいですね。最近の中でもすごいかっこいい方だと思う。うん、ただディルムットとかもすっげーかっこよかったですけどね。うん、それに負けないぐらいめっちゃかっこいいキャラのす。はい、まあで転送壁、つかなかったら、じゃあお前どこに行くんだいと。はいはい、光の冒険戦ですね。はい、三の島のアポストロスですね。うん、今はねあのおじさんが牛耳ってる島ですね、スノッディのエッダっていうあのおじさんが今牛耳ってる島なんですけど、アポストロスさんね、そこに喧嘩を売りに行くと。はい、ダメオ原則壁のキラー持っていると。はい、で、まあまあまあなかなか強いと思いますね。さすがに強いと思います。まあスノッディほどではないと思うんですけれども、あそこの適性がいなくてアポストロスさんがちょっとめんどくさいってなってる人に関してはかなり救ってはくれるんじゃないかなっていう性能ですね。まあ、当時のね光の冒険戦の時もそれを壊すグネビアだったりとか後特攻みたいなのがポンポン出てきたりすることがあったんでね。うん、なんでまあうん、いいんじゃないかな。うん、本当にだって終わってるって人はもう結構ねちゃんと効率よくやってる人だったり、石割ってやってる人だったりっていうのが今終わってる人なんで、まあのんびりやってるよって人にとってはかなり救世主になる可能性もあるんでね。まあいい性能で生まれてくれたんじゃないかなと思いますね。変に転送ついてね怪しさ増えるのもあれなんでね。うん、それも面白かったですけど、はい、てな感じかな。今回のニュースはこれで、全ての内容が終了でございますと。はい、でまあ来月あたりにですね、一応じゃあそのさ直近のスケジュールの話しとこっか。今回の地獄楽コラボを引くか引かないかの判断の一つとして、この後ワンチャン来るかもしれないってことを言っておきます。まず次のニュースで毎年ねあのフラパだったり、まあ、今年はモンドリって名前ですけれども、この夏のイベントの時にその夏のイベントが開催されている期間中だけ開催される限定ガチャ、まあ、モンソニですねのキャラが発表されて限定キャラとして登場することが多いんですよ。なんで今年もまあ例外なくそこにモンソニキャラっていうね限定が来ると思います。そこで発表される限定って結構すぐハマるっていうイメージがあるんで、か、まあ、直近の豪絶とかをすぐぶっ壊すみたいなイメージがあるから、そこは何かしらの特攻になると思うんだよね。なんでそれは少なくとも待った方がいいかなと。おそらくそのモンドリでもコラボの発表ございます。さすがにあると思います。はい、なので、そこでね、うん、発表されたコラボを引きたいって人に関しては、そこまで応募温存っていうね判断もできると思いますので、うん、なんでまあそこはね、一応まあギリギリまで待った方がいいかなとは思いますね。あ、てかごめん、次のニュースは待てないか、鳥獣コラボだもんね。ごめんごめん、今言ったけど鳥獣コラボが待てないわ。だから次の限定が発表される可能性があるって考慮しとくだけか。うん、その限定の性能は見れないよ多分、間に合わないからね。ごめん忘れてました、いつものコラボと違ったんだ。はい、なのでまあそこはね気をつけながら、うん、
来るかもしれないモンソイのキャラ、モンドリで発表があるかもしれないコラボキャラ、はい、いつもだったらね次の月ぐらいまで何もなかったらまあ行ってもいいんじゃないってなるかもしれないけど、今回はね来るものが大きすぎるんで、そこだけ気をつけながら引いていければなと思います。てことで本日もここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったら最後にチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは私はキンキに戻ります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。